お疲れちゃんです。ラットです。ということで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日もトラガネやっていきたいなと思います。というわけで、ババコアのね、ロイホグ使おうかなと思います。なんかこれ一回だけ多分ね、動画に出したことがあると思うんですけど、まあ影が薄いな、このデッキは。なんかあんま使われた覚えもないですけど、まあなんか今マルチの上でちょくちょくいる感じですかね。まあロイチェイが入ってて、まあそのロイに、まあババコアで対策しつつの、まあなんかね、細かい、こう、スケヒースピとかで頑張るみたいな感じの、まあデッキがちらほらいるというわけで、今日はこれ使っていくんですけど、ショテラバはね、ヤンキーなんですけど、強いんですよね、これ。いや、ケツでよかったな、これ。まあ、インドかなんか来るでしょう、蓋しつつ。え?ああ、めっちゃいい。で、ヤナーム打ったので、まあ、スケドラ出して、回転が速いので、逆サイバルーン来ても、ヤコラ5で抑えれます、多分。5と、この残りのスケドラで、オッケー。ここで、本当は、ローフグを繋げれれば、いや、ザップで死んじゃうかな、あいつ。いやー、このね、スケドラが残れば、このスケドラでね、このババたちを回収できるんですよ。ああ、めっちゃいい。はい。うわー、いい殴り。ナイスナイスナイス。そう。これね、ババコアって基本ラバに相性悪いんですけど、回転が速い、そして、まあ、ババコア出さなくても回るんですよね。マスクスケドラスクヒースピファイボ。マスクスケドラスクヒースピタルババで回るので、あー、20% 邪魔ー。まあ、そういった部分では、まあ、ラバに対して別に相性が悪いってわけではない、感じがしますが、マスクスケドラを一緒に出しちゃうと、なんかスケヒースピで、いいか、一緒にね、なんか処理されちゃうんで、一回ちょっとね、ちょっと待ちます。あれ、ファイブ打ちちゃう。ファイブ打ちちゃうけど、打つ必要もないか、これ。うん。こんにちは。うい。いい。いいファイブを多分。いや、言うてか、これヤナームザップくる。ヤナームザップくる。やばい。いや、なんなら、ザップ?うい。オーケーオーケー、これでヤナム打たれても耐える。いやー、オーケー、でけえ。いや、でけえ、今のこれでけえで、これローグ飛ばしても、まあ、ババがいるんですけど、ババぐらいならいいでしょって感じだよね。で、まあ、ババが来る。いや、ハイボってよかった。まあ。で、これ、インドがちょっと厄介ですね、個人的に。すげえ、早めに溶かしたいっすね、ぶっちゃけ。やなめ、ヒースピー来た。いや、この回復をもうすることしか考えてなかったですね、正直。スケドラで耐える。オッケーオッケー。これ左も右もどっちも行きますね。まあ、ロイホグ5しちゃっていい気がしますね、正直。これで、ババア。お、ババが、ババがめっちゃ低い。いや、5。お、来た。勝った。危ね。あーい、えいえいえい、ナイスー。いや、ヒースピー。ヒースピー強すぎー。これ、マジで、まあ、負けるパターンとしては、マスケスケドラで、ラバを溶かそうとしてるところで、スケドラってヤナアムズアップで死ぬんですよ。で、まあ、マスケに対してディガー当てたところを、当ててきたところを、マスケとかヒースピーで拾おうとすると、まあ、ヤナアムも一緒に飛んできて、そこをね、マスケに対して、マスケスケドラに対して、ディガーヤナアムズアップでね、うまいこと決められると、もう全部ね。てか、僕のマスケモスケドラを持っていかれて、ラバとかせずに、こう、まあ、バルーンが来て、終わると。まあ、いうのが、結構こう、テンプレなパターンなんですけど、なんかね、ヒースピの運ゲーにはよるんですけど、まあ、気持ち早めにヒースピ出すと、ヤナアメが来るタイミングでね。まあ、あんな感じで回復して、マスケスケドラね、無双ができるよと、まあ、いうので、まあ、勝つことができますね。いや、でかいですね。よろしく!5分?待って、珍しくない?しかも当たんねえし。5分小屋はね、さすがに、見ないでね。5分小屋だったら、でも、ロイホグカスケラとかじゃないんですかね。まあ、わかんないですね。見ないんで。で、ファイボサイター、あの小屋が壊れたら、もう、ロイホグ、スケドラヒースピしたいですね。まあ、なんすけど、相手の、メガナイトとかいんのかな?一旦マスケ合わせて、ファイブウッド、ゴブゴヤ。いや、これ、ロイホグスケドラヒースピしたら終わると思うんですけどね。終わんねえかな?いきます。フ
ファエボも冴えた、小屋もないで、ああババがいんのか。ババは冴える率ちょっと高いっすね今日。てかさっきから、いやでもいいぞマスキが。これスケドラが全処理してくれたら、全処理してくれたら何も問題ない。まあ、ここでファイボ使うっすけど、相手もローフグですね。これ五分小屋ですね。五分小屋のダメージをできるだけ抑えないと、五分小屋ババア持ってって、相手もファイボ持ってんので、まあ、言っちゃダメージが取んないわけなんですよ、お互いね。お互い取んないところで、じゃあ何のダメージの差が出るかっていうと、まあ、どれだけ前半のうちのダメージを抑えれたかとか、まあ、そういった細かいところになってくるんじゃないかな。わかんねえけど。で、ロイフグ飛ばして、ババにファイボ、マスケ、ウッドか。いや、このウッド削りちょっと嫌っすね。結構嫌っすね、ぶっちゃけ。で、ファイボ持ってる、スケドラ高めしたところで、まあ、ケツマスぐらいならね、ファイボ打ってくれたら打ってくれたで、逆にスケドラが残るし、まあ、他も生きるっていうところで、これもちょっとやっちゃいますね。で、ここで、読みファイボを、五分小屋で、オッケー、いいファイボだ。いやー、でも、サンガゴ見る。いや、さすがにでかいっすね、今の。このダメージでかい。で、ここはまあ、回復されてオッケーいいけど、その後しっかり空を潰す。オッケー、いや、でけ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 。で、なんなら、これ、ローフグ飛ばしたいけど、ファイボが絶対あるんで、一回待って。いや、今ファイブ打ってもよかったかな。できるだけね、ダメージを減らす。オッケーオッケー。いい、いいよ、めっちゃ落ち着いてる俺。珍しいぐらい。これファイブ打っていいな、さすがに。このマスク絶対嫌でしょ。残ればの話ね。残んない。相手もちょっと暇してますね。これ壊しつつ、ウッドが嫌だな、マジ、ウッドが。ウッドが先に来ると、ウッドが、いや、でけえ、この、スケディラ、スケディラナイス、頑張れ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 。で、ババクラを置いとくっていうのを常に、意識したいですね。じゃないと、相手のロイフグちゃんが、この5打って、うい、相手も攻めババとかして、どうにか崩さないとっていう感じで、まあ、だんだん相手もちょっとね、焦ってきてますね。よいしょ。で、5打った、ここちょっとチャンスですよね。まあ、攻めたいタイミングで相手もワンチャンローフグを飛ばしてくる可能性もあるんですよね。お、使った。ヒースピー。ワンチャンババに5。ああ、回るのか。早いな。いやー、いいな。相手もうまいですね。なんかいやらしいですね。これも8枚スケドラで、もう絶対うざい。絶対うざい。で、タルババで。いや、めっちゃいい、めっちゃいい。めっちゃいい、なんか。今日なんでこんなにいいんだ。で、まあ、とりあえずヒースピつけて、オッケーグー。あ、待って、ミスった。ファイボとミスった。ファイボとミスったけど、まあ、最悪ファイバー防衛で使えばいいのと、ここの高めの圧力ね。で、オッケーオッケー。カイクマン、カイクマン、カイクマン裏行っちゃった。ババカ置いて、ババクラ置いとけば多分負けないっすね。いや、どうだろう。ファイボの、ファイボのダメージちょっと怖いっすね。もう相手ファイボ削りしてるんで、あ、ここでタイミング被ったのちょっとでかいぞ。でかい。オッケーオッケー、めっちゃいる、めっちゃいる。うわー、ファイボ防衛。ファイボ削り。あ、残り8秒。来たんちゃうの？これは。いや、でかいですね。あー、マジで、でかい。ここで2勝ですね。しかもなんか2回とも、意外といい感じの試合。ふーし、さあ、どんどん上げましょう。もう8000が、多分出たんですよ。北シャンかな？北シャン、東西南北。北シャンが8000行ってましたね。世界で一番初めに今シーズン行ってて、やばいっすね。はい。負けられないなと。おい、7670。次勝てば、まあ、77いけるかな、いけたらラッキーですね。てか、言ってくれ。本当に。まあ、とか言う前にね、29もらえても、別に28もらえてもいいんですけど、まあ、とりあえず勝ちたいですね。で、これ何のデッキに負けるっけ？何のデッキによく負けたかな？あ、なんか、ロイジャイじゃなくて、なんだろうな。でもなんか、ゴボリマスケの、
マスケ？マスケが厄介ですね、個人的に。このデッキなんか5ウッドだったらマスケ一人できるんですけど、5はタルなので奥底のマスケが結構苦しくて、なんか5マスケエレキのロイジャイとか、なんかよく遠距離系後ろに残る系に行って多いとちょっと苦しいイメージがありますね。なんかスパーキーも今の環境めっちゃ多いんですよ、マジで本当に多いんですけど、結構勝ててますね個人的に。そう、絶対受けきついんですけど、なんかスケヒースピがやっぱ受けとして結構優秀ってところで、よいしょ。おー、あーイタチウチアのラバーはなんか高回転のラバルなんですよね。この人形がちょっと違うんですよ。一回逆攻めちゃおう。これバラン来たらやばいかな、終わるかな。よいしょよいしょよいしょ。うわー、いいな、いいいい。あ、やばい、終わる。いや、これ耐えれねえかな。いや、耐えれそうだな。いや、無理だな。いやー、ワンチャン、ワンチャン耐えろ。あー、無理だ。あー、終わった。このファイブやめとけばよかった。いやー、なんかもう、あっさりしすぎっすね。負けるときにあっさり しすぎ。ちょっとミスったな。まあ、いろいろミスった。多分。はじめ、どうだろうな。インドが来るんすけど、逆サイローフグが違ったか。あの逆サイローフグ、ワンチャン同サイでよかった。なぜなら、同サイだとインドラの竹をずっとローフグ受けといてくれるっていうメリットがありましたね。うわ、やったなー。これなんかユニットで来た。でけえユニットで持ってくれたら耐えれる。豚回復しろ。いや、なんなら豚は一本持ってくれ。いや、一本俺ね、これ、ラバル組まれて終わるな。やめてくれ。バルーン来ないで。バルーン来ないでと祈るものの、ズシャーン。ん？ファイボー。あー、で、コウモリが良くないですね、これ。コウモリが、いや。いや、殴る。いいけども、ヤマンチャールぞ。2個折って、もう1個折られるんですけど、さ、全芝対決したいですね。芝対決。芝対決マジでワンチャンあるぞ。ファイブ使ったスケドラか。まあ、一本折れねえかな。折れてく。いや、折れる。オッケーオッケー。いやー、ワンチャンある。マジでワンチャンある。いや、ワンチャンあんのかな、これマジで。どうしようかな。なんならこれをもう、いや、守る。いや、守れないけど、気持ち守る。で、コウモリがマジでね、ダメあれ。ヒースピで回しちゃおうかな。で、あー、やべえ、絶望の2周目ラバー来ちゃったな。いや、マジでワンチャンあると思うんですけど、これどうすか。僕だけワンチャン信じてるの。いや、マジでさ、ワンチャンないこれ。マスク出して、相手ディガーがないのか。あ、絶望のハウンディ来ちゃったな。いや、ワンチャン、マジで耐えて、マジで耐えろ。たわ。あー、一発落ち着き、勝てる。いや、マジ、最初だな。どうしよう、あれ。まあ、痛いって感じですね。いや、ちょっと悔しいな。最後、勝ち切りたかった。しかも、勝てば、いや、届かねえか。なんかね、ちょっと違う、こういうラバルとか厄介ですよね。こういう、なんかね、ヤナムザップとかだと、ファイブザップの普通とかだったらいいんですけど、なんか、コウモリインドっていう、この、スケドラってちょっといやらしいですよね、この人も。っていうわけで、終わります。多分この動画が上がってる夜に、ファブ対ポノスですね。クララリーグがあるので、多分7時頃かな。はい。放送自体は18時なんですけど、19時ぐらいに僕らの試合があるので、ぜひね、日本対決、見てみてください。ポノスミン、よろしくお願いします。というわけで終わります。よければ、チャンネル登録、高評価ね、コメントの方もよろしくお願いします。あと2日ぐらいで8000いきます、ちゃんと。はい。頑張ります。では、またね。